日本の皆さんこんばんは、サバービー日本語ライブ8月25、こんないつも日付わからなくて25日ですね火曜日、おはようございます。今めちゃくちゃお腹減ってるんで、私やっとね、この間先週日本から家族に送ってもらった中にパイナップルのシルベーヌ入ってました最近毎日食べてるの。今日本から郵便アメリカ一切送れないんだよ。お手紙とか封筒は送れるんだけど、荷物一切郵便局受け付けてなくて、で今回だから黒猫ヤマトさんの国際便で送ってもらったの。うん、おいしい。シューズのシャツかわいいね。これそう、話そうと思ったの。これめっちゃ懐かしいのを今日引っ張り出してきて、昔のユニクロのね、最初のバービーコラボなの。誰か持ってる人います？これもしかしたら、あ、これは大人用だね。これさ、久しぶりに来たらさ、これめっちゃ可愛くない？と思って。そう、パステルの靴のプリント。リーちゃんさんね、あずちゃん、肌つやよくない？恋してるからか。いや、恋は関係ないんだけど、恋は関係ないんだけどね、私ね、本当にね、昨日も夜パックしてたんだけど、あのバービーグラムグローの泥パックめちゃくちゃいいの。私さ、これまたまた宣伝してるよ、この女って感じでしょ。でもね、あれはね、本当にね、別にあのメーカーさんからスポンサーとか、スポンサーされてないし、でも、あれ本当にいい。ただ、あれそうだよね、日本から買えないんだよね。ちょっとあれを本当に欲しいって方いらっしゃったら、まぁ、ちょっと考えますが、そしたらまた DM してって感じなんだけど、でもあれ高いからね、あれもね。あれだって、アメリカドルで、税込みで、もう7センチ近いですからね。円に1ドルいくらとかで換算したらね。やばいやばい。あれやった次の日は、もうめちゃくちゃ腹ツルツルになる。ユニクロなんですね、買いすぎる。うん、これ本当に一番最初のユニクロコラボ。ユニクロ結局、2回か3回したよね。うん、前半は、ズームコンベンション。私、本家の方には動画あげたのですが、おととい、ロビン主催の、お友達主催のね、バービーのズームコンベンションがありまして、めちゃくちゃ楽しかったの。めちゃくちゃ楽しかったから、今日はそのコンベンションギフトがすっごい大量にもいただいたから、それをちょっと見せようかなと思います。黒いパックしながらギター真面目にしてるあずちゃんがシュールだな。さあね、私もね、これ相当シュールだなって思うんだけど、でもちょっとちゃんと、あれをあげることで、ほら、自分が毎日練習してるよっていう貴族へのアピールよ、あれは。で、ほら、じゃないとさ、ああいうことしないと私毎日練習しなくなっちゃう人だから、なんかほら、何？ラジオ体操とかもスタンプカードがあるから行く人だから。うん。YouTube 見ました。本件動画見ました。ありがとうございます。で、YouTube でもなんか、めちゃくちゃ細かくはあんま物をね、見せてなかったから、ここでいっぱい見せるね。コンベンションが3アワートゥアーっていうね、クルーズがテーマのズームコンベンションでした。で、前回もちょっとお話ししたんですけど、もうこれはただただお友達うちでやってる。ただアメリカにはバービーのサークルみたいな、大人向けのそのバービーのサークルみたいなコミュニティがたくさんあってね、ドールクラブって、ドールクラブって言うんだけど、 LA 近郊にもドールクラブ3つあるのね。で、私はどれにも属してなくて、実は。でもコンベンションに行くようなバービーコレクターさんたちは大体どれかのね、ドールクラブに属してんのね。で、月に1回か2回か、こう、ミーティングがあってみんな集まったりして、こう、情報交換したり、コレクションをこう見せ合ったりとかね。あと、ちっちゃいイベントとかしたりとか皆さんしてらっしゃるんだけど、私、あずちゃんなんでどれにも属さないのって言われて。で、確かにたまに誘われるんだけど、決まった、例えば日曜日とかに、行けないこととかが絶対出てくるから、その月2回とか。で、それにちょっと縛られたくないっていうのがあってね。で、あと、こう、知り合いとかお友達がいろんなドールクラブに分かれているから、なんかその、こう何？派閥みたいなのに入りたくないというか、まあ自由な身でいたいんですよ。だから、で別にいっぱい友達はいるしね。だから入らないんだけど。なんか、あずさあっちに行ったみたいなとかね、なるのがめんどくさいから。だからその今回のズームコンベンションも実は、LA のドールクラブさんと、テキサスのドールクラブ
さんのコラボな感じでやってたの。うん。だから30人ぐらいいたんだけど。でね、まずコンベンションバッグ、レジストレーションバッグからちゃんとついてて。で、ここにこのラベルが、イベントのラベルが貼ってあるんだけど。レジストレーションバッグから作るって感じじゃない。だって家で遊ぶだけなのにさ、もはやいらないんだけど、でも本当のコンベンションみたく、段階をちゃんと踏んでたの。その3時間の中で、1日目はうちらレジストレーションして、お土産のピックアップするよねとか。だからまずそれをするよみたいな感じで、ちゃんとこうタイムテーブルができてて、で、その箱ね、いただいた箱の中にもそれぞれ全部ラップされてて、で、ロビンが、じゃあまずこのラベルな、なんて何々って書いてるやつ開けてくださいみたいな感じで開けてくの。すっごい楽しかった。まずこのバッグにいろんなものが詰められてたんだけど、でさ、私、事前バッグ、事前バッグ、何?準備する、準備のバッグの中身見せてたじゃん。デイとか、あと、タンブラーとか、これでね、ドリンクを作っておくんだよっていうの。で、あれはこの間見せたけど、あれの中にこの間ね、チケットもちゃんと入ってたの。チケットだけ、ちっちゃいのしか見せなかったなと思って。ね、ズームイベントでチケット作る?しかも一般人のイベントでって感じで。で、しかもみんなの名前ちゃんと一人ずつ入ってて、目的地、パラダイス、楽園、やばくない?最高でしょ?可愛くない?ね、このチケット。これチケットしかもまた例のいい紙。これなんなら、しょっぽいライブの、チケットピアの印刷したチケットより全然いいからね。うん。で、これ、で、そうだな。いいやつから、大きいやつから見せていこうか。あ、違うね。もらった順番からだね。これ、これ絶対好きな人多いでしょ。ヴィンテージバービーの。鍋つかみ。鍋式鍋つかみ的なやつ。かわいいよね。これはピンクじゃないけど、ないけど、これめちゃくちゃかわいい。これ売ってたらみんな買うでしょ、だって。ヴィンテージ好きさん絶対買うよね。しかも何?バービーがいろいろピンクになる前から好きな人ってさ、ピンクどうでもいいわみたいな人、これ絶対好きでしょ。めっちゃ可愛くない?とか、鍋つかみ、そう、可愛いよ。で、まあ、クルーズテーマな感じのスカーフ。これはバービー関係ないけどね。でも可愛いよね。で、ちなみに、フォトプロップ、事前に送られてきたやつで作って、これで、バービーのノートなんだけど、これめっちゃ可愛いなって思うでしょ?これ、手作りなの。可愛く、こう、マスキングテープとか、ステッカーとか、プリントアウトした絵柄で、可愛く作ってくれてて、ピンクじゃなくてのバービー。そうそうそう。もはや絵画。そうそう。あれはね、誰か、アーティストさんが描いたやつの、をプリントしたみたい。うん。鍋の下には敷けないよね。敷けない敷けない。うん。で、そう、これね。これがね、これは、参加者さんのお一人が作ってくれたんだけど、全員に違うデザインを渡してた。すごいよね。私はこんなやつでした。うん。かわいい。これ、カウン使えないね。うん。これでもいいアイディアだよね。これはみんなもできるかも。マスキングテープとバービーのステッカーだけで、こんなかわいいデザイン。うん、私こういうのねセンスないんだよね。こう何テープをコラージュ的なのとかあんまセンスないからできないかも。誰かやってって感じ。かわいい、超かわいい。でちなみにこれ今誰かがね作ってくれたってなったけど、このコンベンションギフトのそのセットとなってるのは、大きいものはロビンとその主催者さんが企画して作って入れてくれてるんだけど、他の小さいこういうアイテムとかは全部みんなの寄付、参加者さんのもう寄付で集まってる。そうだから別にチケット代とか取らなくてもできるっていうね、すごいよね、うん、で、そうアメリカはねやっぱ寄付の文化もすごいよね、日本よりね。うん。あこれね、ファームツリーのクッキー。いや、これめっちゃかけ、私これさ、今日見せたいがために頑張って食べないで取っといたんだよ。で、今日これ後で食べる。後で食べるから今日貴族スイーツ少なめにしたの。あ、ようこさんおはようございます。情熱とおもてなしがすごすぎ。そうなんだよ。そうなんだよ。そう。T シャツかわいい。そう、これね、さっき話したユニクロのなんだよ。前の。昔のユニクロね。
そう、私が作るみたくステッカー作って貼ってくれてた。でもこれにこのコンテナがありがたいね。これはドールシューズとかドールアクセサリー入れるのにぴったりよねっていう話をしてました。これね。でこっちがミッチっていうのがね、このね、憎いでしょ、このセットでくれるところが。それ台所スポンジだと思ってた。ちょっと面白いんだけど、クッキー、クッキー、うん、クッキーだよ、アイシングクッキー、あのシュガークッキーにアイシング。こう、私ね、アメリカのね、このタイプのクッキーは好きですね。うん、アメリカのチョコチップクッキーはあんま好きじゃないの実は。でもこれは好きで、これに入れていきゃいいじゃんね。で、あ、これがね、これね、やばいのよ、これやばいのよ。バービーのカツラケースにちょうど良さそう。入んない入んない、あのカツラ意外とでかい、入んない。でこれがね、あのこれにこう、まあこれギフトボックスとして入ってたんですけど、ここまず中見せるね。ミニチュアですね、ドリンクのコーラ、ファンタ、スプライト、ボルビックのミニチュアに氷に敷かれてるやつ、ね、かわいいよねこれね。と、ピンクのシャンパンのミニチュアなんだけど、これもバービーのロゴ入ってんね、これね。これだからラベルはプリシラ、プリシラもう一人のね主催者さん、プリシラが作ったね。ここバービーって書いてあるしね。うん、紹介でしょ。でサナリニさん、おはよう。スポンジの硬いとこのお色味にも見えますよね。見えるね、見えるね。めっちゃ可愛い。であとはこれ日本のリメントだね、うん、ミキサー。実はねこれね、私ね今回日本帰った時にテーブルギフトをみんなに、私のテーブルメイトさんです、このコンベンションじゃなくてリアルガチコンベンションの方ね、にの中のテーブルギフトの一つにね、実はこれ買ってたの。でも自分用にがなかったの。だからめっちゃ嬉しいの。これ大人買いしたらね9個ワンセットだったので、あー自分の分ないなって思いながら、テーブルメイトさんちょうど9人いるから、だからめっちゃ嬉しかったねこれ入って。でね、でね、でね、この入ってた箱が、でこれにね、なぜかこのアクリルのピンクの板がついてて、でなんだろうと思ってたら、これをここに乗っけるとバービー用のバーカウンターになるよって言って、だから私はねこれみんなに見せるために開けなかったけど、このドリンクとか、でこのいただいたドリンク類を要はまあ開けて、これね全部開けてちゃんと中出してここに並べたらバーカウンターになりますよっていうやつなの。超可愛くない？めっちゃ可愛いよこれ。これはちょっとね可愛いから、うん、私のミニミーのねお部屋のどこかに飾りたいですね。なんておしゃれな、でしょでしょでしょ、めっちゃおしゃれよねこれ。いやこのアイデアですよ、素晴らしい。でこれもうほんとね、ギフトの数がほんとやばくて。で、でね、あ、ちっちゃいスナックも入れましたよって言って、このチップスアホイとライフセーバーが入ってたんだけど、これもちゃんと意味が入、あるじゃない。まあこれもほら、ちょっとクルーズカラーだし、で、ライフセーバー、ライフセーバーはライフセーバーだよね。日本語でもライフセーバーでないよね。そう、クルーズのね、テーマだからライフセーバー。キャンディーね大好きやった、知らない人いれば。で入ってて、え、この写真さ、これさケイティペリーだよね。ケイティペリーのねスタジ、ステージ写真が、これがポストカードに、このちゃんとねスリーアワーコンベンション用のポストカードになってんだけど、ここにバービーの顔を見にしてあんの、めっちゃ可愛いんだけどこれ。でね、これが一緒に入ってました。あとこれね、ちっちゃい小物とかもね、フラミンゴのストローと、でバービーのコンベンション行くと必ずピンバッジがもらえるから、これは缶バッジだけど、スリーアワーツアーって書いてある。
カンバチまで作ってんだよ。こんな一番ちっちゃなおまけまでわざわざ作ってんだよ。すごいよね。さりげなく抜かりない。そうそうそう。そうなの。すごいと思う。でも結局これもまあほぼね、プリシラとロビンがやってくれてるけど、でもそのみんなの協力がやっぱちょっとずつあるっていうのがね、熱かったね、ほんと。いやー。で、ここからが、真剣なやつ、あ、そうそう。あと、ミニミーのね、フロート。ここにミニミーが座れるやつね。フラミンゴの。で、こっからがね、みんながキャーってなるやつね。まずこれですね。このちっちゃい箱が。これもう今私ガチ開けするよ。こういう風にちゃんとおしゃれなファッションパック、ギフトセットみたいになって入ってて、あつちゃん開けちゃうのって感じほんとそんな感じ。ね、これね、崩したくないよね、この綺麗に入ってるセットね。これが、これね、ただの、何これって感じでしょ。これが赤いね、水着なのよ。ちょ、これだけ見ると何かわかんないんだけど、こうやって巻いて着せる系の、私のミニミーがこの間着てたドレスも同じなんだけど、ただの布なんだけど、こうラップして腕に引っ掛けるとお洋服になるやつ。それの赤いやつと、合わせたらかっこいい、黒い、シューズと、で、まあ、ボディースーツの上から履かせるような、千鳥格子のパンツ。これがセットで、でね、これがね、やばいのよ。フロート欲しいな、ディスプレイに便利なの。そうだよね。あれ、本当はあれだよね。ドリンク乗せるんだよね。ドリンク乗せる用のサイズがさ、ドールにちょうどいいんだよね。リアルなコンベンションが開催されても、こちらのコンベンションも毎年開催でもいい。確かに。面白いね、これもね。うんうん。ただ、準備が大変っていうね。リアルなコンベンションの方があると、やっぱそっちでね、みんな、準備がね、ほんと大変だからね。ね、これが、ミニミー用のベルトなんだけど、バービー用のベルトなんだけど、これ、このチャームがね、ちょっと裏返って、二重になってて、これ見て、見える？シャーネル！シャネルのチェーンベルト！やばくない？やばくない？めっちゃ可愛くない？これ作ったんだって。うん。まあ、ネックレスのね、こういうチャームとかで、まあ、作れるけどさ、作れるけど、するっていう。やばい、めっちゃ可愛い。これと、いや、これ赤のね、ボディースーツの上にこれつけたらかっこいいよね。かっこいいわ。それはかっこいいわ。それはかっこいいわ。で、あとピアス。セット。ベルトすごい。やだよー。何が嫌なの？あ、これが？シャネル。ベルト、シャネル買い。シャネル自分が欲しい。そうそうそう。自分が欲しいやつ。で、みんなで、でもあれだよね。結構さ、バービーコレクターさんってバービーに託すとかあるよね。もう、自分欲しいけど着れないものとか買うよね。で、これ、まずね、ワンセット。で、次、これね。あ、そう、さっきのラップ、さっきのは水着だけど、こっちが着せるとドレスみたいになるのね。で、これは、前にロビンが、コレクション、バービーサイズのバッグ売ってた時に、この柄のバッグも出てたんだけど、黒地に白で、バビ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 って入ってるやつね。うん。で、バビーライフ憧れます。ダニーさん。で、これと、ま、マッチするバッグ。これ。で、一応これは私ともう一人からの、寄付っていうことになってます。で、だからこのセットの中でもみんな違うものをね、こう寄付してて、それをロビンが綺麗にパッキングしてくれたね。で、これ、私よくわかんないんだけど、クラッチ的な感じなのかな？バッグ、かな？で、もう一個違うハイヒールセット。このさ、一個一個のアイテムも可愛いんだけど、このね、パッケージじゃない？やっぱり。可愛くない？
これだってそのまま飾っても素敵だ、そう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 だし、で実際のコンベンションでもこんな感じ。まあまあこれがこれをまあさらにちょっともう一個つけたりして、でこうもうちょっとだけこう何手間の込んだ服とかがついてて、で箱に入ってる感じ、リアルコンベンションは、うん、だほぼほぼ近いです、うん、ピアスかと思った。あこれピアス？あじゃないわ、ピアスじゃないわ、うん、ね、早くだから早く開けてこれもね使わせたいんだけど、これで、まだあと2セットあります。このセットもやばいのよ。売ってるやつよりいいかなっていう。あのね、こっちで、そうね、一般の人がやってるなんかバービー関係のとか、たまに、マテル頑張ろうって思う時あるよ、本当に。うんうんうん。まあね、マテルはね、やっぱりこの大衆向けのそのマスプロデュースの値段でね、こう、作んなきゃいけないっていうのがあるからね。うん、もう自分では絶対着れないテッカテカのホロの白い水着に、お帽子、このお帽子かわいいよ、めっちゃかわいいこの帽子、つば広めの帽子。あ、ミニミー、これかぶれないじゃん、お団子だから。しかし私にはストレートヘアのミニミーがいるではないか。でもこの子、前髪あるとね、お帽子似合わないんだけど。あ、でも、ちょっと服がね、変なのを置いといて。でも、ちょっと、可愛いんじゃないですか？うん。うん、可愛いかも。うん。その帽子可愛すぎ。一番下のバスタオルですか？可愛い。バスタオルではな、的な意味で作ったのかな？これ人間のハンドタオルかな？みたいな。バービーメンバークラブに、まあ、メンバーではない人はバービーコンベンション入るんですか？あ、バービーコンベンションには全然いける。コンベンションは全然一般人でも、そのクラブに入ってなくてもいける。ただ、バービークラブに属してると、ドールクラブに属してると、やっぱその情報とかが入ってきやすい。あと、やっぱお友達がもう、いるからさ、アウェイ感が少ないよね。だから、すごい人見知りさんとかは先に入ってた方がね、楽は楽かな。ホロミズキこそタクス。ロングブーツに合わせたらピンクレディになりそう。あー、水着ね。そうね、ピンクレディコナン着てたね。着てたねってか、リアルタイムで知らないけど、なんか見たことある。このタオル、開けてみよっか。これあれかな？ビーチショットで、この上にバービーが乗ったらちょうどいい。あー、だね、ビーチタオル的な感じだね。ここにバービーが。寝っ転がれる、うん、バスタオルっていうよりかビーチタオルだね、大きさがね。これかわいい。これもね、わざわざ刺繍したって言ってた、うん。あ、そうだね、これもちゃんとわざわざ縫ってるね。このサイズに切って縫ったんだね。やばくない？だって25人分だよ、このタオル。このバービーのタオルいいな、なかったな。で、あ、ロビンがよく作って売ってくれてるバッグ、私のロゴのもあるけど、これのフラミンゴバージョン、かわいい。とこれはあれだね、なんていうんだっけ、これパレオ、パレオ、パレオ、すごい言葉思い出した、パレオ、テカテカのパレオ、これすごいね。こういうドレス着たバービーいるね、シティシャイン、うん、これショッキングピンクの。と、で、私、これめっちゃ嬉しかったの。これさ、ほら、私が乗ったライフ、バービーの特集号のミニチュアサイズ。これめっちゃ嬉しい。これはめっちゃ嬉しいです。うん。これなんなら、自分の乗ってるページちっちゃくさ、コピーして、なんかつけたらさ、いや、どんだけ自分好きやねんってなるけど。いや、それミニミーが読んでたら可愛くない？うん。このね。パンセットで、で一番大きいセットが、まあこれこないださ、ここではちょっともう見せてたんだけど、このヴィトンの
LV のヴィトンのこのトランクケースね、あのモノグラムので、これだけは見せてたじゃん、この間。このタグにもさ、ロゴ入っててやばいよねって言って、この南京錠がやばすぎっていう話してたじゃない。これのシリーズのドレス、やばい、が、あー、がついてて、で、かわいい。皆さんセンスがすごい。やばいよね。カーモクニチかわいいって言いすぎて疲れます。かわいい。写真まで。あれかな、みんなカって言ったらかわいいって出てくる。コントダーツのライブ買いました。あ、嬉しい、嬉しい、ほんと嬉しい。アサさんが出た島に目の付けどころがある。まあ私関係ないけどね。別にみんなはアサが出てるからこれ作ろうとは思ってないけどね。うん、ライフ見たいな。まだ売ってんのかな。今買ったってプリズムデコさん買った。プリズムデコさんどちらでお買い物しましたか。オンラインで買いましたか。洋書だとあれだよね、ちょっとおされ本屋さんか、あ、ツタヤ、代官山のツタヤとか、違うとかかな。可愛すぎ。そのセット素敵です。で、そう、このねドレスと、で、これもまたさ、ネックレスよ。ネックレスがやばいのよ。ドッグタグのネックレスでヴィトンのロゴが入ってます。これはシンプルだし、他のコーデの時にもねつけれてめちゃくちゃ可愛いんじゃないですかね。で、ゴールドの三角ピアスと、アメリカのアマゾンからも買いました。あー、納得。本一冊とかだったらね、送料も知れてるもんね。うん、こういちいちね、ちゃんと靴とピアスもセットにしてくれてるところが可愛いね。で、こんな感じですよと。これがだから全部このズームのコンベンション、ただみんなで遊ぶための無料のコンベンションがこれでした。やばいでしょ、やばい。しかもなんかロビンがこのね、バッグがこうまだ生地と、このロビンいつもこのバッグ作って売ってるけど、今回のこの素材はまだ試作品段階で剥がれやすいと。で、剥がれた時のためにって言って全員にだよ、グルーまでセットにしてて、いやいやいや、どんだけさ、至れり尽くせりっていう。いや、マジでさ、マジでリッツカールトンかよって感じなんだけど、ほんとマジロビンリッツだわ。だ、これさ、これこのグルーね、私ちょうどあれだ、ミニミーえじゃない、チェルシーのキーチェーンを、あの日本語版にも、この昨日か動画上げてさ、私さ、声さ、ちゃんと編集できてなくて、すごい自分の英語の声が大きいよってみんなに言われて上げ直したんだけど、チェルシーのキーチェーン作った時もこのグルーで作ったんだけど、このグルーね、めちゃいいんだよ。これね、日本同じ感じのグルー、なんだろう、どこのブランドの何だろう、ちょっともはやわかんないんだけど、透明で乾いても、まあうっすら白、ほぼ透明みたいな、ほぼ透明の色なんだけど、ちょうどいいの、粘土が。粘土ってクレイじゃないよ、粘り気具合がね、ちょうどよくって、でも固まる速さもそこそこよくって、だからちょっと微調整してしたぐらいでちゃんと固まってくれるの、めっちゃ強いので。これね、これクラフト好きさんにはこのグルーめちゃくちゃおすすめです。 YouTube 見てハイウェイスですあんだけさ、練習場所さ、微調整して練習イメトレしてたにもかかわらず、必ずグルーつける瞬間になると絶対ちょっと位置が来るよね、私って。そうなの、気遣いがパナイ、そう、やばいよね。このグルーが一人一本ついてました、うん、これがバービーコンベンション、ズームコンベンションのいただいたものものでした、うん、で、本家には動画あげたけど、もうすぐね、日本語吹き替えもしてあげます。あれはちょっと日本語吹き替えでいっぱい喋りたいことがいっぱいありすぎるから、ちょっとこう食べていただきます。
ちゃ美味しいんだけど。アイシング上手な人ってすごい上手じゃん。私こんな上手にできないよ。できたら楽しいだろうね。うん。もうちょっと後半戦なんだけど、リアルハッピーマニアの、私こんなしょっちゅうリアルハッピーマニアの話してて、で先週あんな人物相関図まで上げて、タイトルにも入れたんだけど、もう新キャラが出そうなんだけど、ちょっとこの2日間で、いろいろあったね。いろいろあった。いろいろあった。カメラ君とは何もないよ。とりあえず私は宿題を与えられてね、ギターの練習を毎日してるってだけなんだけど、いろんな矢印のところでいろいろちょっとずつなんか面白いことがあったから、誰のとこから話そうかなって感じなんだけど、だからニヤニヤしてたんですけど、ちょっとやめてやめてやめて、ホーム、ちょっと待って。私ほんと消えて声だけで出演したいわ。顔がにやけるとか言われるから本当に。ビョーン。で、一個だけ私引っかかってることがあって、ここでもまあ言ったか。なんかすごい、ご飯作ってってすごい言ってくるの。嫌なの、それが。で、なんか結構知り合ってすぐぐらいから、今度ご飯作ってよってすごい言われてて、で、私別にご飯普通に作れるけど、別に何？なんかさ、よく料理名もわかんないような、なんかすごいさ、この鉢巻きまでしてさ、もう出汁からやたら取ったりとかはしないよ。そういうことはしないけど、でも、ご飯はまあ、自炊歴長いしね、もう自炊歴18年とかだしさ、作れるけど、なんか、でもなんか、男の子が、女の子がご飯作るのが当たり前って思ってたりとか、あと、やたら作って欲しがられるとちょっと嫌なのね。わかる？誰か。ご飯作ったら落ちないといけない。あ、でもね、今日作んないよ。なんで作んないのかって感じでしょ。おー、好きって言われそう。言われない言われない、ニヤニヤしないニヤニヤしないよ、みんな。で、ご飯で判断されそうでいいかも。あー、ね、ね、ね。わかるわかる。嫌だよね。それがさ、アメリカの男の子と真逆だなと思って。でもまあ、アメリカ人と話してても、私のそのリサーチによると、やっぱりその、古い世代の人とか、ちょっとコンサバな人とか、あと、結構、宗教、なんていうんだっけ、信心深い方とか、そうね、LA じゃない感じの人とかは、アメリカ人でもそういう未だに、やっぱりまあ女性の方が家事したら喜ぶような人はいるんだけれども、でもまあ LA で生まれ育ったような男の子とか、LA に好んで住んでるような子たちは、まず女性にそれを求めてないくって、それは私最高にいいなと思うんだよね。別にさ、私も料理絶対作りたくないとかじゃないし、自分も作れるし、別にやるけど、でももう完璧シェアでありたいわけ、そこの。そこは。こっちも働いてるしね。で、なんか作るときは一緒に作ればいいじゃんと思うの。それが楽しいじゃんと思うのね。で、ワイワイやってさ、それでよくないって感じなの。なんだけど、でも日本の人の男の子と話すと、やっぱり女の子にやってほしいんだなっていうのがすごい伝わってきて、で、逆に今、LA の男の子は、自分作れるよっていう方が、もう自己アピールなの。それが絶対、だから料理作れる子、好きな子、料理作るのが好きな子とか得意な子は絶対デートする、その知り合ってすぐとかに言うの。もうアピールポイントの一つになるから。だから何よくシーザーサラダ取り分ける女がさ、得意料理は肉じゃがですって言うみたいなやつで、それをこっちは LA の男の子はやるわけで、なんかさ、得意料理肉じゃがってもうほんともはやさ、男の幻想でしかないと思うんだけど、だって肉じゃがなんてそんなに作るの大変じゃないじゃん。いや、それもさっき言ったみたいに、鉢巻き締めて、出汁取るとこからやったら別だけど、私なんてせいぜい出汁の素粉末使うからさ、そんな人はさ、あれじゃん。まあ、肉じゃがなんて、まあ、大したことしないじゃん、別に。で、だから肉じゃが作れたら女の子料理できるって思ってる男がもう、マジで終わってんだけど、でもまあ、そういう男の人はね、シーザーサラダ取り分ける女と付き合ったらいいじゃんと思うけど、でさ、何の話しようとしたって感じ。でもさ、LA の男の子、本当に、言うの。だから、俺料理すごい作るの好きだから、今度作ってあげるよって、向こうが言ってくるの。そこはね、ちょっとね、おーって感じ。うん、って日本ももっとそうなればいいなって思うけどね。まあ、なんかね、最近お弁当作る男の子とかもいるみたいだけどさ、なんだろう。でもそれがわざわざ、日本だとまだほら、ネットニュースになんか、
なるレベルじゃない、なんかそれがまたなんとか男子とかなるぐらいだからさ、要は特別視されてるわけじゃん。でももう LA の男の子はそれ特別視ないね。結構その男のカップルでも共働き、特に共働きだったら旦那さんの方がご飯作るカップル私いっぱい知ってるし、女の子の方が全然私ご飯作るの苦手だからって言ってて、でもじゃあそれで旦那さんが女に引くかって言ったら引かないし、むしろすごい合理的で、そこの辺の考え方が得意な方がすればいいじゃんとか思ってたり、うん、でいや別に僕ができるから君しなくていいよっていう感じだったりとか、そんな感じでさ、朝のご飯食べてみたいなくらいのさりげない感じの時、うん、それならてか、あとは言われる人にもよるね。私だってカメラくんが言ったきたら多分作るもんカメラくんに言われたら多分作るよねいやまたヘラヘラしてるでもそれも嫌じゃない、さ自分より作れる男の人嫌じゃない、なんかいや結局じゃあお前どっちだよって感じなんだけど、作ってって言ったり、作うまいと嫌だって言ったり、私別にご飯作ってとは思ってない男の人にね、だから一緒にやろうよぐらいな感じなんだけど、私がの方がちょっとうまいぐらいの方がいいんだけどね。わかります、なんか家政婦って家政婦的な人を求めてるのかもと思ってましたね。なんだろうね、なんかね、うん、なんかやだね。一品ずつ同時に作り合うのは楽しいかも。あ、いいね、それね。それいいね。なんかだったらもうなんか私料理の鉄人的にしたいな、なんか。そしたらさ、全然全く合わない一品一品作っちゃったりとかしてね、相談しないで作ったらね。アメリカ LA の彼氏ね、女が家事やりすぎたらこっちは性欲するってな、ゆっこさん。ああ。女、お母さんっぽくなりすぎて、それこそあれか。ハウスキーパーさんみたいに感じちゃうのか。なんかこれ、この、あれだね、考えをなんか植え付けたいね、みんなにね。ならば私キャベツ切るから、そっちはトンカツお願いって。あ、うん。私ね、よく考えたら逆な、私千切り嫌いなのよ。千切り嫌いだから、だからキャベツ切ってって言いたいね。私、豚あげるわ、みたいなね。女性が料理作るのが当たり前になってますもんね。作って感謝もされなくなる。なんだろうって何度思ったか、うん、そうだね、 LA は女性がご飯作って当たり前感覚はない、マジでないですね。他の州行ったら別よ、うん、でも LA で特に若い世代はまあないね、うん、日本の男性って彼女に母親的な部分を求めてる人だもん、うん、要はマザコンなんだよね、うん、何仕事で疲れてるから甘えたいのかな、作ってもらいたい、取り分けてほしい派です。あ、キュニーさんが、うん、私は取り分けんの、私ねこの話したよね。私人に、まあ、特に男性にお酒を継ぐっていう行為にすごく抵抗があって、もう絶対やりたくないの。なんかね、もはやここまで来たら私はもう本当になんかおかしいと思う。で、私は多分一回ね言ったことあるんだけど、前世で多分本当になんかもう武士の時代とかに、もう、誰かにお酒ついてる時に腕切られたんじゃない、刀で腕切られたとかの過去があるんじゃないかぐらいに思ってるぐらいに、人にお酒を継ぐっていう行為がすごく、なんか嫌なのね。すごい嫌なの。で、私は水商売できない理由、それも多分あるけど、まああと男の人にこびれないっていうのもね、まあ大きいけど。だから私はキャバ嬢とか、腕切られるのが嫌だからお酒、継げませんって。まあお酒継ぐとかすごい嫌なんだけど、それもさ、そうだね、うん、欧米だったら男の人がやる方だもんね。っていうかまあそうね、家でだったら別に自分で注げる人が注げばいいし、私だってもうさ、そのまま持ってて近かったらさすがに注ぐよ。でもなんかこうさ、わざわざさパッて、あ、向こうのグラスが減ってるとか気づいて注ぐとか、タバコ吸いたい人に火をあげるとかはね、絶対やりたくないんだよね。作ってくれて洗い物もしてくれたらいいな。で、そうだな、作ってくれたら洗い物は違える、うん、LA 男子素敵、そこはねいいと思うね、うん、私は別に LA の子がいいって言ったわけじゃないの。この部分に関してはいいなって思う。言っても日常で実際にはそんなに肉じゃが作らない。わかるわかる。だって私こっち来てから肉じゃが作ってないもんだって。要はこの8年間もう肉じゃが作ってないからさ。でもね、そういうのもすごく多くって、一人でずっとご飯作ってる人わかると思うんだけど、得意料理何って聞かれるのすごい
嫌じゃない？だって毎日作ってるも料理ってもはや料理名のないもの多くない？なんかその日ある食材でそれっぽいものとかを作るから、例えばだから肉じゃが風なものだったりとか麻婆豆腐風なものだったりを作るから、なんかさ適当なんだよね。そうね、でそれ自体はめっちゃ美味しいんだけど、でもなんか得意料理みたいなのなくなるんだよね。家庭的は母性を求めてくる割には感謝されませんね。そうね、結局だからあれだよね、やっぱさ子供の時にお母さんが、特に専業主婦のお母さんで育っちゃうと、要はそれお母さんがしてくれてるのが当たり前で育ってしまって、そのだからもう本当に何刷り込みだよね。でそれもきっとだから要はさ昭和の時のお父さんだったらもっとオラオラだったわけでしょ。でそれ見て育ったらそうなるよねっていうね。姉の旦那さんは毎日作ってくれるそうです。でも洗い物はしないそうです。毎日作ってくれたらさ、お姉さんが洗い物しないってこと？旦那さんが洗い物もしてくれるってこと？素晴らしいね。好きなのかな、それやるのがね。世間の目も日本って厳しいよね。人んちの家庭にまずね、口出すなって話なのよ、ほんと。暇なのかな？暇なんだろうね、きっとね。毎日作ってくれる洗い物が、そうしておいで。実際にお母さんみたいになると女の子扱いしなくなります。ねえ、ねえ、わかるわかる。我が家は手が空いてる方が作るシステムだよ。最高じゃん。主に平日は私、週末は旦那、誰かに作ってもらうご飯って何でやるし、うん、ちょ、お酒飲まないのもあるからなんだけど、だからなんかその、継がれたいタイミングとかもわかんないし、なんかもう、めんどくさいの、なんかもう自分でやってって感じ。腕切られるって。会社のお茶組みも基本女性ですもんね。うん。私さ、そのお酒継ぐのが苦手っていうか、要は、気づかないから、そのグラス減ってるとかにね、なんか、そういう言われたこともあるもん。でさ、なんか気持ち悪いと思ったけど、なんか本当気づかないよねみたいな言われたこと、いや私そういうので生きてないしと思って、そこアピールして、そこ私のあのアピールポイントじゃないんですからと思ったんだよね。灰皿変えるのもそうで、いやそれうちらの仕事じゃなくない、その絶対しないよって感じなんだけど、灰皿変えるなんて。おそらくもタバコに火をつけたりするとかなんかいやらしく思います、うん、ここ何あのそういうのしたくない人が多い感じですか。なんか結構なんかしたい人いるじゃない、なんか私も多分今もシチュエーションがお酒継ぎとか苦手でした。うん。嫌だよね。あ、でも苦手でしたってことは今はもうできるようになったことってことかな。今シチュエーションがないから分かんない。あ、今わかんない。シチュエーションがないから分かんないけど。今日のデート服はどんなんですか？あ、みんな考えて！それはもうホセスさんの仕事。ねえ。本当に。でもいるよね、そういうことする女の子ね。謎だよね。うん。新キャラがね、二人いて、じゃあもう1分切ったんで今日もおいとばします。あーもう話したい話全然できなかった。というわけでじゃあまた明後日もよろしくお願いします。今日も遅くまでありがとうございました。おやすみなさい。